ようこそ FM ギノワン占いの前。北緯26°17.518秒、東経127°45.54.636秒、ここ FM ギノワンより、今日あなたが幸せに暮らせるかもしれないアドバイスをお届けします。私、今週はトントンミッシャーカナエがお届けします。昨日は私、地震が同じところに起きないようお祈りしていました。あなたは牛見うさぎましたか？どうだった？私は日焼けしたわ。4月18日月曜日、宜野湾の今日の日の出は6時3分、日の入りは6時54分でしょう。さあ、ここから今日のあなたの運勢を占っていきます。はっぱっぱっぬんたくぱーる、ピッキャパーレ、ピッキャパーほぼえぽえぽえ、あーおーおえきーさりうとうとあーとうとー出ました。1月のあなた、運気充実。あやふやなこと、曖昧なことを今日は徹底追求するといいでしょう。しっかり確かなものにしていく流れです。2月生まれのあなた、基盤基礎作りをしましょう。うまく進んでいないことがあるなら、基本に立ち直って見直しをしましょう。3月生まれのあなた、油断しているとあっという間に1日が終わりそうです。優先順位をしっかり決めて、愛情面では受け身が基地ですよ。相手の気持ちを読むことがポイントね。4月生まれのあなた、今日は下準備に力を入れておけば成功するでしょう。5月生まれのあなた、今まで複雑でわからなかった問題がクリアにできるわ。6月生まれのあなた、じっくり考える力は充実し、洞察力もあります。ただスピード感はやや不足。急ぎの仕事があるなら、まずはそれから手をつけましょう。7月生まれのあなた、知識欲旺盛な一日です。深めるより今日は広げて。カルチャー系のイベントは大吉。お稽古、習い事スタートにも吉日です。8月生まれのあなた、運気は安定。基礎基盤作りをしましょう。9月生まれのあなた、あなたは頑張り屋さんだけれど、親しい人の前では弱音を吐いてみて。恋人、パートナーの前ではそのギャップが魅力となって映るかもね。10月生まれのあなた、大過なく安泰です。人の嘘を見抜いても、些細なことなら騙されてあげてください。あなたによく思われようと精一杯背伸びしているので、細かいことは気にしないであげましょう。11月生まれのあなた、今日は横のつながりをがっちり強化してください。足場固めをしてください。人を見る目を
のある今日は、誰が一番頼りになるのかの見極めが可能になります。12月生まれのあなた、仕事運充実です。自分自身が活かせる場、主役になれるポジションを模索してください。何これ。ああ、そうなんだ。さあ、今日の運勢いかがだったでしょうか。今日は全体的に足元を見て、基礎作り、基盤作りをすると良い一日ですね。では最後に、今日のお告げ、目がかゆい人は目を上に向けて、手を腰に当てて足踏みせよ。いかがでしたでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第。本職ではないので当たらなかったなどの苦情は一切受け付けておりません。なるほどねぐらいでお聞きください。それでは素敵な1週間をお過ごしください。トントンミッシャーかなえでした。